この番組はくすぶっている JB メンバーが明日のスターを夢見てリボーンするため奮闘する番組です。リボーンに登場するキャラを評価するのはあなた。また見たいと思えばグッド、もう見たくないと思えばバッドでジャッジしてください。3回連続で同一キャラのグッド数がバッド数を上回ればそのキャラはリボーン認定キャラとなり今後の活躍の場が与えられます。おい、なんだよ、やめろよ、何撮ってんだよ。え、じゃあやめます？いや、やめねえけどよ。これあれか、あれだろ、リボンだろ、あれだろ、これ撮りゃいいやつだろ。ああ、見てるよ。やってやるよ、私も。じゃあ、今日の意気込みをカメラにお願いします。よっしゃ、行くぞ。あれじゃ、名古屋から来た金シャチ連合軍特攻隊長の毒水のリナってんだよ。今日はよ、ここ安田朝霞店さんでぶっこんでくれ。よろしく、下ついてこい。行くぞ。おはようございます。よろしく。やっぱりちょっと番長はよ、今日は行ってやろうかなって思ってるわけなんだけども、今日はやっぱり番長だろ。女は黙って角台でよろしく。じゃあ始めるぞ。おう。でもなんでこう番長にしたかっていうのもよ、やっぱちょっとな、通ずるもんがあるんだろう。私と今日は私のヤンキー魂が勝つか、轟のヤンキー魂が勝つかの勝負だよ今日は。まずはよ、これ早いうちからちょっと チェリーからのチャンス目だ、バカ野郎。おし、53ゲーム対決、オリオじゃねえか。バドミントは無理だろうがよ。ベル引け、ベルを。まあ初めはこんなもんだな。初めはこんなもん。になったきっかけか、もともと親父がめちゃめちゃ強くてさ、多分世界一なんじゃないかなあいつ。そうなんですか。うん、周りからオーガって呼ばれてるらしいんだけど。オーガですか。そう、オーガ。絶対親父に勝ちたくて毎日喧嘩してたら、まあ、勝手にヤンキーになったって感じかな。この前も空手習いにドッポジさんとこ行ってきたんだよ。え、それってバキじゃないですか。なんだよバキって。だってお父さんなんて呼ばれてるんでしたっけ。オーガ。本当の名前はユージです。いや、空手習った人はオロチドッポ。やっぱりバキでしょ。オロチドッポなんて名前の人いないでしょ。なんだよてめえやんのか。おお、チェイアチなんすめなのか、チャンス面。ナンス。
あ、これはあれだな、喧嘩が始まるやつだな、これは。ノリよな。頑張りたい。出たすぎる、ダメがすぎる、マジで。お、これは特訓、特訓、鍛え直して出直すのがヤンキー。ここだよ、ここ。全然鍛えられてねえ、これは。おこれはやらなあかん、これはヤンキーでもやらなあかんやつ。マジどっちでも、うわー、やばい、これはベル。お、ナイス、これがヤンキー。512ゲームいただき、ジャーニーよろしく。これはいるんじゃねえのか、これセリー対決行くぞ。大相撲、ベルじゃなかった。ここだよ、いいやつ、メイクやめろ、メイクは。そう、まあまあ、ここはマジで気合い入れていかないといけないんで、よろしく。これ最後マジで気合い入れるから行くぞ。そう、何か起きろと願いつつ、左の拳に力込め、
この一打、咲かせてみせますレバーオン。これが名古屋育ちの毒味噌魂。まあ、ヤンシが効かない時もあるから、まあ、もうしょうがないから。間に合え、集合に。やばいな、これは気合で壊せ。298枚よろしく。おい、ゴミ落としてるぞ。おい、ゴミ落としてるぞって言ってんだろ。おめえが落としたのゴミだろ。お前落としたら届けんなよ。広いよ。僕ですか。いや、僕ちょっとよくわかんない。よくわかんないけど、なんだよ。お前が今落としてた。ごめんなさい。お前が落としちゃったらあげる。ゴミは拾え。これいいじゃねえか。いい演出が来たな。これはなかなか熱い演出が来てるぞ。ノリオー、ノリオがおー、熱いじゃねえか、熱いじゃねえか、熱いじゃねえか。おー、熱いし、1ゲームベル。これは村田だろうに。さあ、さあ、勝ってくれ。当たってるはずと思いたい。ドカーン。ティラノだよ、ティラノ。ティラノが来たよ、ティラノが。これ大丈夫かよ、これ。大丈夫かよ、これ大丈夫かよ。いけんのかよ、これは。ここはマジで気合い入れないとやべえから、行くぞ。僕通ればオン。じゃあバチーン。僕通ればオン、もう一回行くから見とけよ。これが毒味噌リナの僕とレバーオンじゃ。ボケーシェリーだ、こりやろう。バシ決まった。見ただろ、決まっただろ。185ゲームよろしく。おお、来た。よし、ここ大事、ここ大事、マジで MB ここ。よし、猫かい。気合見せろよ、気合を見せろ。白、白かよ。気合を見せろ、気合を。うっ、赤い。よろしく、よろしく。
ナイスすぎる、ナイスすぎる。さあ来い、よし乗りよ、きたー。ここで乗りを粉砕する。まだいい、まだ行く、行くぞ、男を見せろ。ちょっとやる気、ちょっとやる気だかんな、こっちちょっとやる気だかんな。あ、豚、豚さん、豚さんまで行くのあんまりねえからな、豚さんまで行くのは。これが修学旅行だよ、この鹿が。じゃあよろしく。やっと修学旅行らしいものを見せれたよ、みんなに。さあ、さあ、3日目。また先。見せて、見せてやる。やろう。やばい、リプレイした。ヤンキーの腕の見せ所来ましたね。おいおいおい、あっち地帯も行ったぞ。来い、あの線マッコ行ったぞ、なんか。え、乗ったんですか、何なんですか。これが行ったのか、これが行ったってことか、これが行ったってことか。さっき女同士の対決だな。そろそろ、そろそろお前をめんこで言わす時が来た。これがヤンキー、これがヤンキーの引き。これがヤンキーのリプレイ、リチメリプレイ。このスタチチー来たぞー、豪遊格来てる。ここで乗せないとどうするんだ。それがヤンキーの MB。 うわー、ここで押しにでも勝つぞこの野郎。しゃー、私が来てんじゃねえよ。よし、これがヤンキー。まだ続いてるからな、まだまだ続いてるからな。ここだぞ、いい対決を来い。やめろ、大相撲は。おー、
り。我ら。なかなかいい位置をしている。今日の毒味噌は違う。青とりあえずな次もあるからな。乗りよう。そろそろちょっと気合入った勝負してくれよ。2とかやめろよ。2をまた2かよ。気合でなんとかするしかない。気合のベル気合入れろ。入ってる。気合が入ってる。気合入ってるわ。こっちもおっす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 。いや気合を見た二人の。これはない場合もあるぞ。これこれいけるな。ギリギリもう多分よ。もうあそこで乗っけたストックはねえからよ。これやべえな。これはやべえな。頼む。1062枚よろしく。おいゴミ、またお前かよ。ゴミ拾えよ早く。ゴミ拾え。ゴミを拾えってねえ。なんだこいつ。おい気持ち悪い。おい、ゴミを拾え。おーい、ごめんなさい、ごめんなさい、すぐ入れます。ゴミは拾え。ライジングさん、シャッピー MB を引くイメージ。ここは残念。あーもう勝てるくせん。うおおおおおお、ここだよ。ヤンキーのタイミング。カオル先生のなんか紙切れみたいなの一枚ピラッて飛んだだけじゃねえかよ。ふざけるなよ。これは勝ってくれよ。うわー、カオル先生は来てくれんのか。よっしゃ、叩き直してやろ、ここにやろう。これはもうちょい、よーよろしく。
うだな、97ゲームモチコインよろしく。よし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 、いけいけいけ、ベルデー、よし、いいぞいいぞ、しかもいいぞ、しかもいいぞ、これは気合い、気合いのチャッピーの気合い、よー射程がいけー、ブー、よし、黄色よろしく、よいしょ、よろしく、はい、はいはい、来た、よろしく、お、また来たぞ、おい、また来たぞ、よろしく、もう一個来んのか、もう一個、やば、これこれはやばいんじゃないか、これやば、ああああ、やっべーぞこれは、おい、一気にレインボーまで行ったぞ、おい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 、おいしょ、じゃあここ、この流れで、この流れで勝つぞ、さあ出てきたな、このアーマー、なんでめんこじゃい、おーいくぜ、ぜい、毒味噌特攻隊長の意地と名誉にかけまして、叩いてみせますこのレバー、男なら根性を見せろやスロット台、ちょっとここでな、使い果たしまったな、ちょっとな、気にすんな、気にすんなよ、バドミントンだったら怒るぞ、おっしゃー、さあよし、こんなバカみたいにめんこ浅くってるやつに負けるわけない、まずやめろ、やめろ、マジやめろ、よし、乗せてやる、おし、来たわ来たわ来たわ、ここで轟に暴走してもらうしかない、おっと、よっしゃーしゃしゃしゃ、いやもう本当にここまでボーナスがねえかんな、来た、うわー調理実習、
ヤンキーの気合を見せてやる、ここで。うわー、いらん、いらん、うおい、どうだどうだ、どうなんだどうなんだ、よしよし、これがヤンキーよー、よーし、さあ男見せろ、届き出るも結構取れたな、これよし、1003枚いくぞ、よし、おお、誰だ、さあうわ、熱い、熱いぞこれ、よし、1ゲーム目大事、うわやば、やばい、これやばい、やめて、負けんのはやめて、あーリプレイだー、やばい、よっしゃあ、ここにやろう、よっしゃー、さあ、おまたのさあ、またのこのことやってきよったな、この野郎、よし、あー来た、あ、ちょっと待って、これ弁当、さあもう一回まだら来い、うお、あっちやつ、あっちやつまた来た、手加減なしや、やめて、よいしょ、黄色、これまたあるんじゃなかった、これはやべえやつやな、うわ、もう最後らへんはもう私の気合の足りなさから全く乗せできず1467枚で終わり、番長実戦終わりました、結構気合の入ったところを見せれたんじゃないかと思います、結果はエンディングでよろしく、いや今日は本当に余裕だった、マジで名古屋からぶっ込みに来て本当に良かったと思ってる、今日の結果なんだけれども、投資700枚、回収2120枚ということで完全によろしくな結果で終えることができました、まあこんだけ出せればグッドボタン間違いないとは思うんですけど、今日は最後まで見ていただいてありがとうございました、また見たいと思った方はグッドボタンぜひぜひよろしくお願いします、そしてまたこれから次回もリボーンよろしくお願いします、よろしく
チャンネル登録よろしく。